っこでーす。憎めない風貌と危うい雰囲気で一躍ブレイクしたタコ八郎さん、その生き様は波乱万丈でした。トレードマークともいえる体の特徴や絶命した本当の真相やある大女優との裏話について気になって調べてみることに。出てきただけでどこかしら笑える雰囲気、ネズミの尻尾みたいな前髪や、いつも照準が合ってない目線、そして真ん中が欠けた右耳といういでたちで、一度見たら忘れることのできないタコ八郎さん。本業は斎藤製作さんとおっしゃって、宮城県仙台市の農家の8人兄弟の次男として1940年11月23日に生まれています。1985年7月24日に44歳という若さで旅立たれているタコさんは、幼い頃から憎めないひょうきん者で学校の人気者だったそうですが、小学生の頃に人生を左右する事故に見舞われます。近所の友達と泥玉をぶつけて遊んでいた時、不運にも泥玉が左目を直撃、医者にも行かなかったことが災いして、高校生の頃にはほぼ左目が見えなくなったそうです。それがあの独特の目線の原因だったのです。そんな不運にもめげなかったタコさん、映画で見たコメディアンにいつしか憧れるように。しかし高校ではなぜかボクシング部に入部して県大会で優勝までしてしまいます。ですがプロになろうと思わなかったのは夢があったから。それはコメディアンになる夢でした。タコさんは夢を叶えるために上京します。最初に銀座の宝石店に就職したのですが、漢字もろくに書けないことがバレて系列の映画館に配置転換され、そこでフィルムを映画館から映画館に運ぶ仕事に就きます。それでも大好きな映画に関われて嬉しかったとか。しかし直後に大きな転機が訪れます。偶然見かけたボクシングジムに入門したタコさん、今さらなぜボクシングと思いましたが、上京して間もない頃、人気コメディアンの百合徹さんを訪ねて弟子入りを申し込んだのですが、ボクシングでチャンピオンになったらおいでと手よく断られたそうで、どうしても弟子になりたかったタコさんはその言葉を真に受けてしまったというのがボクシングを再開した理由だとか。しかしここで問題が発生します。それはプロボクサーになるための視力検査。左目の視力がゼロのタコさんは視力検査表を丸暗記して見事合格。無謀なチャレンジが始まります。そして運命的な出会いが待っていたのです。後に2階級世界チャンピオンになるファイティング原田さんと出会うのです。すぐに同世代の2人は公私ともに親しくなります。しかしボクシングスタイルは真逆だった2人、正攻法の原田さんとは違って、タコさんのそれは邪道とも言えるものでした。頭のてっぺんを買った風貌からニックネームはカッパの製作と親しまれて、邪道と呼ばれたノーガード戦法は見えないことを逆手に取って、両手を下にだらりと垂らして相手に好きなだけ打たせて疲れたところにラッシュをかけるという捨て身の戦法。それを身につけるために、なんと自分より上の階級のボクサーに好きなだけパンチを打ってもらうという常識外れのトレーニングまでしたタコさん。ピンときた方もいると思いますが、タコさんは不朽の名作漫画明日のジョーの矢吹ジョーのモデルとも言われています。東日本新人王決定戦で勝ち進んだ2人、同門対決を避けるために危険を強いられ、苦渋の選択をしたタコさん。一方新人王となった原田さんは見事にフライ級バンタム級の2階級制覇という歴史的な世界チャンピオンになったのです。触発されたタコさんは
第13代フライ級日本チャンピオンとなります。チャンピオン防衛2回41戦32勝8敗1分けの戦績で、静かにグラブを置くことに。自分にはもっとやりたいことがある。そして思いがけない行動に出ます。再びユリトールさんに弟子入りを志願して、ついに念願の内弟子になったタコさん。芸名は近所のおでん屋のタコ球から取ったそう。ちょうどその頃から突然体調に異変が。なんと寝小便をするようになってしまった上に、セリフが全く覚えられないことに気づきます。原因は3年半もノーガードで殴られ続けたことで、パンチドランカーの症状が出始めたのです。師匠の家を出て友人の家を転々としながら、浅草のストリップ小屋やキャバレー周りでくすぶっていたのですが、ある人との出会いで変わります。その人とは映画監督の山本慎也監督。自分から電話で売り込んだタコさん、その持ち味に惚れ込んだ山本監督のもとで、ようやく俳優としてやり始めたばかりの頃、またしても事件が起こります。馴染みの店で飲んでいて喧嘩となり、相手に右耳の一部をかじり取られ、医者で縫ってもらったのですが、その後消毒をしなかったために腐り落ちたのです。こりゃ大変だと監督に連絡したら、取れちゃったものは仕方ない、それで行こう。その言葉で吹っ切れたタコさんは、ありのままさらけ出すことにしたのです。かえってこれが新しい出会いをもたらします。東映の撮影所で酒を飲んで寝転がっていた時、ある人物が近づいてきたのだとか。その人とは昭和の銀幕の大スター高倉健さんでした。何を思ったのか、高倉さんはタコさんに映画の出演を打診したのだそうです。タコさんは寝ぼけながらも快諾。深夜走り番外1シリーズに出演して、高倉さんにも可愛がられたタコさんは、相変わらず短いセリフも覚えられないまま、巨匠山田洋次監督の映画幸せの黄色いハンカチに出演して、国民的な人気者となります。これで活躍の場も広がって、立川談志師匠や赤塚不二夫さん、タモリさん、ビートたけしさん、秋竹城さんなど、すごい人脈につながっていきます。晩年も友人の家を転々と渡り歩いたタコ八郎さん、相変わらず寝小便はしてましたが、それでも泊まってもらいたい人は多かったそうです。中でも秋竹城さんとの関係は特別でした。秋さんといえば日本映画の金字塔の奈良山武士校にも出演した女優ですが、山形弁丸出しの明るいおばちゃんキャラで、コメディエンヌとしても親しまれていますね。世話好きな秋さんはパンチドランカーのタコさんを引き取り、献身的に面倒を見ていたことで事実婚を噂されたりもしましたが、実際は夫婦関係というのではなく、あくまで母と息子のような関係で、心からタコさんを心配していたのです。しかしそんな温かな友人たちとの突然の別れがやってくるのです。ある日、毎年恒例の海水浴に行く日の前日からずっと酒を飲み続けて泥酔状態で海に入っていったタコさんは、二度と酒を飲むことはありませんでした。一部では溺れたという報道もありましたが、実際の原因は心臓麻痺だったそうです。タコさんのあっけない最後は、笑っていいともでタモリさんから速報され、この知らせに号泣したアキさん。実は直前にタコさんからのサイパン旅行の誘いを断ったことに責任を感じて、その後27年間もお墓参りに行けなかったそうです。しかも不思議なことがあったのだとか。この少し前にタコさんは実のお兄さんに通帳を預けに行ったり、ゆりさんのところへ CM のギャラを使ってほしいと言って突然旅立つ前日に訪れたのだそうです。今思えば糸まごいだったのでしょうか。葬儀では
タモリさんが惜別の念を込めて、タコが海で死んだ。何も悲しいことはない。そうコメントしたそうです。現在、東京・台東区の宝生寺には、友人たちによってタコ八郎地蔵が置かれていて、迷惑かけてありがとう、とタコさんらしい言葉が書かれています。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？度重なる悲劇を何度も乗り越えて、それを逆に持ち味に変えたタコ八郎さん、赤塚不二夫さんはその生き様を妖精のようだと言ったそうです。本当にそうだったかもしれませんね。安らかにお眠りください。